第177回竹井てりこ1チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、一発ギャグ先行を作ろうということで、今、えー、130個までできております。さあ今日はその130個から140個まで、えー、10個新しく一発ギャグ作りました。今日はですね、ちょっとテーマを変えまして、55歳の一発ギャグ。55歳の 一発逆、10個見てくださいどうぞ「ホップステップジャンプ」若いね「アルプスの少女ハイジみたいにスキップしてみたらクララの立場になりました武井さんってすごく記憶力いいですね」って誰に言われたのかいまだに思い出せませんテレビ見よう皆さんこんにちは アンケートの結果が出ました。テレビを見ながら突っ込みを入れる人は90%、50代の人です。なんで胃薬の説明書きの字の小ささにゲロ吐きましてスッキリした。マックシェイク、ストローを吸ってて中身が口に届くまでに立ちくらみします。 口からよくこぼす食べ物でおかげさまで猫一匹育ちました。ありがとうございます。敵から徒歩15分の我が家。今年はなぜか徒歩20分。オートレース見てたら3レース目でゲロ吐きました。 ケアキザカ46のメンバー数え出たら寝てしもった。ですか。まあ本当に55歳というこのおっさんならではの一発ギャグを考えました。まああのね、同世代の人とか、ああそうそうみたいなね、あると思いますよ。なんか自分では若いつもりが、なんかだん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 ね、あの本当に あの、ボケをかましていくというか、この前も俺ね、あのー、スマホでイヤホンを挿して、こう、動画を見てたんですよ。で、その時に電話かかってきて、ほんで、まあ、イヤホン外して、プッと電話やって、もしもしって言ったら、向こうの相手の声が聞こえないですよ。もし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 何にも聞こえないえあ、携帯壊れたわ。どうなんなってんねん、これ。え、もしもしあ、俺耳。 え、見るまで聞こえるようになったんかと思ったら、ようよう考えたら、あの、イヤホン差しててん。差してたらそは聞こえへん。イヤホンのここでないと聞こえへん。そんなあんねん。<laughs> ね。えー、まあ、そういったわけで、まあ、一発ギャグも、この年ならではのギャグを今日は作ってみました。 さあ、最後にですね、まあ今140個できました。その中の、まあ自分の中でもおすすめというか、お気に入り、えー、厳選5個考えました。見てください。どうぞ。事故直前、鼻くそ丸めてエアバッグ。カスタネット、ジジイの口が保管箱。どうも まさかに担いだ金太郎です。今、重刀法違反で連行されてます。元彼が花嫁奪いに結婚式は昨日でした。すみません。はい。初めて見ました、双子のおじいちゃん。はい。 ということでね、1000個まであと860個あります。<laughs> えー、でもお、考えますよ。楽しみにしとってください。